Wikipedia writes about haniwa as follows. The haniwa are terracotta figures which are made for ritual use and buried with the dead as funerary objects during the Kofun period, 3rd to 6th centuries AD, of the history of Japan. Haniwa were created according to the wazumi technique, in which mounds of coiled clay were built up to shape the figure layer by layer. I, Hiroshi Hayashi, however, say that no one knows who they are, or no one knows either anything more than that they are just warriors and women. Who are they? Here is my answer tsuite ウィキペディア百科辞典は次のように書いていてます。3世紀から6世紀にかけての古墳時代に死者と共に宗教的な目的で古墳に埋められた素焼きの像であるまたその作り方は輪積みといってコイルのように粘土を巻きながら作られたものであるとが埴輪が誰であるのかただの侍もしくは女性像であること以上に誰も知りません埴輪というのは 誰のことなのか、誰を模して作られた像のことなのか、今日はその謎解きに挑戦してみます。称して、ハニワ、エイリアン説です。つまり、ハニワは私たちが神々と呼ぶエイリアンでした。広島市浜松市 Japan。結論を先に言います。ハニワ、その中でも女性像のハニワはですね、 女神イナンナを表していると私は判断しています。縄文土偶イナンナ説に基づくものです。これがイナンナ・イシュタール像です。日本、シュメールではイナンナ、メソポタミア、バビロニアではイシュタールと呼ばれていました。で、これら3者はですね、共通のコンセプトを持って作られています。そして、埴輪の中にも、 赤ちゃんを抱いている埴輪があります。この赤ちゃんが一つのポイントとなります。左がシュメールの女神です。まあ、こうしてまあ共通性を持ってですね、あるいは共通点を持ってつながっているということです。で、これが赤ちゃんを抱いた埴輪ですけども、中意深くご覧ください。右はパナマで見つかった像です。共に赤ちゃんを抱いています。が、この赤ちゃんは 人間の赤ちゃんではありまません。脇の下に大ききな空間間ができています。人間はこのような空間はできません。で、この赤ちゃんに注意してください。大きくして、そして90度左に回してみました。もうお分かりのことと思いますけども、これは人間の赤ちゃんではありません。すなわち、この埴輪の人物はですね、人間ではないということを示しています。オーバーロールヘルメットをかぶっている。 と考えられます首のところに奇妙なラインがあります。右がインダスバリーで見つかった、やはりテラコッタフィギュアです。赤ちゃんを抱いています。先ほどの埴輪と同じ、まあ、赤ちゃんを抱いている点に注意してください。肩がカクンカクンとしています。ともに仮面オーバーホールヘルメットをかぶっています。だから目がくりぬいてあります。で、この埴輪ですね。 器道具です。足を見てください。長さが違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんけども左の下をですね切ってみますとその形は遮光器道具と一致します遮光器道具はエイリアンです、まあ、こうしてつな,げつながっていくわけですねそして左が縄文のヴィーナスと言われているえ縄文イナンナです足の形コンセプトは同じです共に歩行補助装置を 身につけていると判断しています。まあ、左二つはハイヒール型ということになるのでしょうか。まあ、こうしてつながっていくわけですね。それで、仮面の女神もやはり同じコンセプトの歩行補助装置を身につけています。同じですね。まあ、こういうふうにしてつながっていきます。歩行ます。 なぜ歩行補助装置をこの地上で必要としたか、それは繰り返し説明していきました。で、ヘビ族の話をしたいと思います。初夏、福儀ですね。福儀です。で、人間出しからぬ足をしています。服儀は、まあ、こうした体の持ち主であったと言われています。人間の想像した主、すなわち、延起ということになります。 で、三生体遺跡にはこのようなアーティファクトが発掘されています。で、これについてですね、三生体では、えーまあ、2種類、大きく分けて2種類あるわけですけれども、どちらが複儀で、どちらが除カかということのレベルでですね、議論しているようですね、しかし除カも複儀もですね、えー、同じサーペント属ですね。 で足がある方が、これが、えー、いわゆる、まあ、ラブ族ですね、すなわちレプタリアン族ということになります。でサーペント族はこのように、まあ、体がくねくねとして足がないと。左がラブ族、すなわちレプタリアン族ということになります。エンデル派ということになりますね。そして右がサーペント族、塩基派ということになります。えー、体 のなてますか下半身を見てくださいすなわちどちらが女花でどちらが副技かということではなくてこれらは実はラム族とサーペント族を表したものだということになりますで世界にはロックペイントが壁画がですね多数残っていますまあ人間はですねどうして見たものをもっと素直に 指示なのかといいう疑問を私は持っていますこれらの絵を集めてみましたけれども明らかにと言いますか人間ではありませんね人間でなければ、まあ、イコールエイリアンということにはならないかもしれませんけれども少なくともエイリアンに近い人たちの像であるということになるのではないでしょうか、まあ、こうした像がですね世界各地に残っているという点ですそして 色を見ていただくと分かりますように、同じ、まあ、手法で、同じような塗料を使ってですね、えー、描かれているという点に注意してください。まあ、こうした共通性がですね、ただ単なる偶然といって、まあ、割り切れるものかどうかということなんですよね。そして、まあ、ご覧になっていただくと分かりますように、UFO らしくものも描かれていますし。 この泳ぐ人についてもですね足が異様に太いということですね、まあ、そうした点を、まあ、素直に見ていきますと太鼓の昔この地球にはですねたびたびと言いますかエイリアンが訪れていたということになるのではないでしょうか、まあ、こ,れらこれらの絵を見てですね他の動物は大変こうなってますからその動物と分かるように描いてありますけれども人間に関しては人間とは言えないような雰囲気で描いてるわけですね こうした事実をどう判断するかという問題です。で、検証してみます。これはタッシル・ナジェルの壁画ですけども、みんな、この4人の人が描かれてますけども、4人の人は、まあ、椅子式のです、ね、移動装置に座っているように見えます。ハイテクの乗り物ですね。そしてベルトをしていると。頭にはヘルメットをかぶっていると。これはマヤ・アステカで見つかったアーティファクトですけども、 やっぱりヘルメット、オーバーロールヘルメットをかぶっていますね。そして同じようなものが別のところで見つかっています。そのヘルメットの作り方が大変よく似て,っていますか、同じですね。なあち、古代の人たちは見たものを作ったということですね。この像に関してはですね、後ろ姿しかありませんので、あの本物かどうかということはまだ確認できてませんけれども、広く紹介されています。で、みんなこう見ていますと、 ヘルメットをかぶっているのがわかりますヘルメットですね。じゃあなぜこうしたヘルメットをですね、えー、世界中、まあの太国、まあの人たちがですね表現したかということにもなるわけです。で、私たちはもう少し見たものをそのまま素直にまず捉えるべきではないでしょうか。で、例えばこの 絵を見ていただいたんですけどもタシル・ナジェールに描かれている壁画と、まあ、コンセプトがですね一致しているということです特に上の右と下を比べてみてくださいそして前ではこのような像も見つかっていますつまり同じような像が世界中で見つかっているということですねこれを偶然と言って片付けてしまって良いものかどうかということですここに まあこれはマヤですけども奇妙な像があります。そして同じようなものがやはり世界中で見つかっています。まあ、人間の空想力あるいはクリエイティブな想像力では説明つかないものだと私は考えています。そして新しい事実を発見しました。このマヤの像に注目してください。まあブーツを履いてますね。こんなブーツが古代にあったのでしょうか。そして まあ奇妙な衣服そしてこの顔を見ますと人間のような顔をしてますね。そして宇宙服のような服を首の下にまあ着ているということになりますかね。ヘルメットを外した状態ではないかと私は考えています。がそれだけではありませんでした。この像の手を見ていただきたいと思います。腕を見ていただきたいと思います。この,この矢印の、まあ、この像の、まあ、右手だん 右腕になるんですけど、ぐるっと曲がって中へ入り込んでますね。人間の腕ではないということが分かります左手。左腕については分かりにくいですけど、右腕はぐるっと下へ曲がり込んでいます。これはシュメールで見つかっているニンフルサグの像です。腕を見てください。スルッと回って細く、そして指を数えていましたけども、小さな手があって、 手のひらがあって3本指です。そして足の先も、まあ、足があるというよりも、そのスッとこうなってますかね、途切れてますね。で、同じような像が埴輪にもあります。この手、腕を見てください。ぐにゃっと曲がって、そしてま小さな手,手のひらがあります。指の数までは分かりませんけども、まあ、3本指と言,言ってもですね、おかしくないような手だと私は考えています。こうして、まあ、共通性と言いますかね、共通性を持って、 三者がつながりました左がマヤ、真ん中がシュメル、そして右がハニワです。つまり、ハニワはこうしたい、まあ、わる、私たちは神々と呼ぶエイリアンを表現したものと考えています。そしてそれが三性体のアーティファクトと一致していきます。つまり、古代の人たちは見たものをそのまま作ったというふうに私は考えています。また そういう視点で古代の人たちが残したものをですね素直に理解すべきではないでしょうか。事実を並べています赤ちゃんを抱いてますね左のシュメールの神そして右の日本の埴輪の像そしてその赤ちゃんは人間らしからぬといいますか人間ではありませんねそしてこの埴輪たちを埴輪とそれから インダスバリーの紙はですね、ヘルメットをかぶっています。足には歩行補助装置をつけています。そして、三星体遺跡のコンセプトとも一致していきます。いわゆる、まあ、サーペント族だということですね。以上のことから結論は簡単ですね。私たちはエイリアンですよと言いました。 もう一方のハニワもこう言いました。エイリアンでなくて何なのと。つまりハニワエイリアン説ということになります。いかがでしたか ?Bye for now 広。広 We we'll present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about san tui According to a legend in China, the Finan-Chi, or 風俗通 in Japanese, relates Nu and Fusi to the time when heaven and earth were in disruption as follows. Going back to more ancient times, the four pillars were broken, the nine provinces were in tatters. Heaven did not completely cover. Earth did not herd up heaven all the way around its circumference. Fires blazed out of control and could not be extinguished. Water flooded in great expanses and would not recede ferocious animals ate blameless people predatory birds snatched the elderly and the weak thereupon noah smitted together five colored stones in order to patch up the azure sky cut off the legs of the great turtle to set them up as the four pillars killed the black dragon to provide relief for g province and piled up reeds and cinders to stop the surging waters. The Azure sky was patched, the four pillars were set up, the surging waters were drained, the province of a were tranquil, crafty vermin died off, Brahms people preserved their lives. This is the beginning of the history of China, as well as the history of human beings. ジョカは古代中国神話に登場する土と縄で人類を創造したとされる女神を言います。姿は頭は人間、体は蛇と描写されています。副儀とは兄、妹、または夫婦と考えられています。祖父天文にはジョカ以前には人はいなかったと書かれており、人間を作った創造神と考えられています。五漢時代に編集された 風俗通によると、王道、つまり、黄色い土をこねて作った人間が基人、つまり、尊い人であり、数を増やすため、縄で泥を跳ね上げた飛沫から生まれた人間が、凡庸な人であると考えられています。また、70回生き返ることもあり、農業神としての性格も持っています。次のような伝説が残っています。遠い遠い昔、 天を支える四極の柱、つまり柱が傾いて世界が裂けた。天は上空からずれてしまい、地もすべてを乗せたままではいられなくなった。火災や洪水が止まず、猛獣どもが人を襲い食う破滅的な状態となった。ョカは五色の石で天を補修し、大亀の足で支柱に変え、黒竜の体で土地を修復し、足の灰で 洪水を抑えたとあります。以上が中国に残る伝説ですがその伝説に基づいて三星体遺跡について語られていますつまり三星体遺跡の発掘物は除家であり複儀であるとが本当にそうでしょうか私林宏の説はかなり違います。中国の伝説とて世界の神々の歴史のほんの一部にしか過ぎません。 また、そうした視点で見ない限り、三世帯遺跡の謎を解くことはできません。いつまでも同じ迷路の中を堂々巡りするだけです。ジョカとフクに、今日はその謎について考えてみます。ミマス。will present you a story of History of God. And today's story is about El Shaddai, the God of gods in Christianity. But nobody knows who El Shaddai is. They just say the Almighty Shaddai. The most simple translation is God El, the Almighty one, Shaddai, to clearly differentiate the one true God from other gods as El was a common term for any god at that time, age and area. According to the Old Testament, El Shaddai is first found in Genesis chapter 17, where the Lord appeared to Abraham for the sixth time and then changed his name to Abraham. But strange to say, no Christian people know who El Shaddai is. エルシャダイという言葉が最初に現れるのは創世記17章です。 エルは神を意味し、社代は全知全能なるものを意味します。つまり他の神々とは違う唯一真実の神という意味です。なお、エルというのは古今東西、神を意味する一般的な名詞です。が、全知全能の神というだけで、キリスト教徒の人たちでさえエャ社代が誰,誰であるか知りません。つい先日、バチカン美術館という本が発刊されました。 今日の物語はその本で始まります。冒頭の13ページに載っている絵が今ご覧いただいている絵ですが、この絵の中には女神中の女神、イシュタール、太陽の神、シャマーシュ、それにアッシリアの生命の木の模様が織り込んであります。イシュタールというのは言うまでもなく、キリスト教で言うマリアを指します。イシュタールのヘブライ名はマリアです。そのマリアはローマ時代にイースターと名を書いて言います。 現在、ローーーマン・カトリックででは、はイースターが最大ののの祭りになっているのはそのためです。つまりこのバチカン美術館という本はそのことを知っていたか知ってか知らずかイスタールシャマーシュそれに生命の木のシンボルマークで飾った絵を冒頭に載せていますつまりこれだけでもキリスト教が教える全知全能の神が誰であるかわかりますがここではもう少し話を先に進めます で、ご覧になっていただくとわかりますように、シャーマー氏の太陽をかたどったシンボルマークは、現在、バチカンの内外で広く使われています。一方、金星をかたどったイシュタールのシンボルマークは、私が探した限り、それとわかるものはありません。もっとも、八方向に伸びる光線ですから、ありふれたシンボルマークということになります。が、イシュタールとシャーマー氏のシンボルマークを合体させたマークは、カトリックの祭壇の、まあ、の、もう、 シンボルマークとして広く使われています。日本にも縁の深いイエズス会のマークとしても使われています。あのフランシスコ・ザビエルはこのシンボルマークを掲げて戦国時代に日本にやってきました。画面を見ながら説明します。今ここに見ていただいているのが中央にバウンダリーストーンですね。そして左にシャマーシュの文章、右にイスターの文章です。このシャマーシュの文章はローマンカトリックの中ではあちこちに使われています。 呃、まあ、八方向に伸びますけども、十字に間にもう一本ずつですね、光線があるわけですね。こうして、まあ、これがシャーマーシの紋章がですね、このように使われているということですよね。なあち、イエス・キリストはシャーマーシであるということを、まあ、このようにして、まあ、表現しているわけです。太陽の神、シャーマーシです。みんな金星を表しました。ヴィーナスですね。ヴィーナス。ま、つまり金星ですね、えー。イスタールの紋章です。まあ、このように、ま、紋章が使われるそしてその二つの まあ、シンボルマークを合体したのが、カトリックの祭壇の祭壇に使われているシンボルマークとして使われています。で、その模様。まあ、マークがですね、実はイエズス会のマークにも使われています。で、このマークを掲げて、フランシス・グラベルが日本へやってきました。で、ここで松ぼっくりの話をします。なぜ松ぼっくりの話をするかというとですね、キリスト教がですね、古代。まあ、シュメール、それからバビロニア。 メソポタミア、そしてアッシリアと深い関係があったということを、まず皆さんにしておいていただきたいからです。これがサンペートロ広場ですね。ここにもシャーマシチの模様がありますけれども、バチカンの方はですね、これをですね、夏至当時の太陽の日没、日の出の方向を示しているというふうに説明しています。 で、まあ、これサインペトロヒルはですね、そしてその下に松ぼっくりが出てきます。いわゆるパインコーンですね。でなぜこのパインコーンがあるかと言いますとですね、これは大変興味深いことにですね、いわゆる人間の脳みそにとってもこの消化体っていうのは、まあコンピューターに例えるならば CPU に当たるわけですね。 で今ご覧いただいているのは、これ、ローマ時代にできた3階建ての建物ほどある大きな、まあ、巨大な松ぼっくりです。なぜこんなものがあるかと言いますと、実はこの、いわゆるパインコーンはですね、世界中で見つかっています。えー、エジプトでも、えー、それからガンダーラでも見つかってますね。それから、大変興味深いことにですね、えー、南米でも見つかっているんですよ。えー、一番左はこれは、あのー、 シュメルの神のが,がですね、今、松ぼっくりを右手に持ってますね。で、今出てきたのは、これが南米で見つかっている松ぼっくりです。まあ、このように、ま、松ぼっくりというのは世界中で見つかっているわけですね。すなわち、まあ、神のなってますかね。いわゆる人間に授けたインテリジェンスのね、象徴的な。まあ。 アイテムということになるわけですね。右の左はですね、これ、クロップサークルに,に描かれた松ぼっくりです。で、この、バチカン美術館という本もですね、この背にですね、やはりこの松ぼっくりを飾っています。まあ、それだけ重要ないわゆるシンボル、シンボライズのされたね、アイテムだということになるわけです。まあ、これがあるということ自体がですね、カトリックが、いわゆるその、ローマンカトリックがですね、古代ペルシャと深くつながっていたということになるわけです。でもこれ、CPU です。 CPU、人間の CPU と言いますと消化体になりますね。コンピューターの中央演算装置に相当するものです。これが人間、いわゆる生命体のですね、知的生命、全、まあ、ての生命体ですね、生命体の、まあ、いわゆるその中枢部ということになるわけです。それをですね、まあ、こうしてかたどったというふうに考えられていますけども、しかし逆に言いますと、なぜそんなことをですね、古代の人たちがしていたかということにもなるわけですよね。いわゆるその脳みその構造というか、働きまでしていたということになるわけです。それで、もう一度その、 キリスト教の歴史というものを振り返ってみたいと思いますけれども、こうしてこういう流れの中からですね、 えー、シャーマーシュとイスタールが組んでキリスト教を立ち上げます。で、シャーマーシュはイエスという名前,う名前を語りますね。ですから、イエスの30歳以前,以前のイエスというのは全く所在不明なんですね。そして、そのシュイスタールは、のヘブライ名がマリアということになります。で、イスタールはあのシュメールの方ではですね、えー、イナンナと呼ばれています。それからシャーマーシュはウツという名前ですね。そして、バビロニアではシ,シャーマーシュ、イスタールという,ふうに名前を変えます。お父さんが死んで、そのまたお父さんがエンリルエン とということになります。そしてその上にアヌ王がいるわけですけども、アヌがですね、地上へ来たときにアフラマズダの名前を語って、まあ、活動していたというふうにも考えられます。アヌイコールアフラマズダということではありません。これはニネベで見つかったレリーフですけども、この、まあ、王というか神もですね、足を見ますと人、いわゆる補助歩行補助装置をつけていますから、まあ、エイリアンということになるわけですけども、手にですね、やはり消化体を持っています。 まあこの時代から現在のバチカンにまでその流れがつながっているということですね。これがイスタール・イナーナです。まあ、バビロニアではイスタールという名前を変えます。このイスタールをです、ね、形を変えますと、縄文・イナーナへと変身します。でこうしたその、まあ、ヘルメットもバビロニアで見つかっています。縄文・イナーナですね。全く同じものが見つかっているということですよ。そしてこれがイ,、えー、イナーナ・イスタールとなるわけです。 で、このイスタールと、それから、あの、シャーマシが組んで、キリスト教を立ち上げるということですね。なあち、イスタールはもともとは日本から出ているということです。そうしますと、その神,は神の神の顔は誰かとなりますと、当然、アフラマザーということになるわけですねえ。じゃあ、キリスト教はなぜアフラマザーを神としないのか、エルシャダイというのはアフラマザーとしないかというと、それなりに大きな理由が一つあるわけですね。アフラマザーからザラストラがゾラスター教を起こし、そして、その流れの中からミトラがミトラ教を起こします。 そして、それに対抗してですね。対抗してですよ。シャーマー氏とイスタールが組んで、キリスト教を立ち上げるわけです。で、この両者は激しく対立するわけですね。この対立関係がやがて、まあ、戦争へとつながっていくわけです。で、その左の流れは、ローマンカトリック、チャーチオブローマからローマンカトリックとつながっていきます。そして、右の方は、まあ、フリーメイソンと、それから、あのー、イスラム教がどのあたりで分岐したかは、私にはわかりませんけど、まあ、こうして、ゾラスタ教、ザラス,ストラをね、耐えているところを見ますと、やはりこう、あのー、 この右の流れにあると私は考えています。まあこうしてこの左右の両者がですね対立します。そしてまあ衝突するわけですね。その衝突の様を表現したのがギリシャ彫刻ということになります。ギリシャ彫刻というのは古代の神々のまあ世界を表す立体彫刻ということになるわけですね。つまり立体歴史書ということになるわけですね。ですからギリシャ彫刻によればミトラの顔とアポロの顔は全く同じですね。つまりアポロとミトラは同じ神あるということをそういう形で、まあ 私たちに示しているわけです。で、もう一個ここに見て中央にあるのが、これ、ギリシャ神話における神々の形図ですけど、これはあまり正確なもんじゃないと思います。上がチタン族で、下がアポ、アオリンピアン族ってこというふうになるわけですね。ごめんなさい。で、オリンピアン族の長に立つのがゼウス、ヘラということになるわけですね。で、ここで衝突して、結果的にチタン族が破れるわけです。そして残ったオリンピアンが、 買って、まあ、はっきり言えば聖剣の座に着くわけですね。その時に太陽の神であったヘリオスが追い出されるわけです。そして、代わりに今度はアポロが太陽の神の座に着くわけですね。こうして両者の間の確率は決定的となるわけです。そして、まあ、今言いましたようにその流れはローマン・カトリックへとながっていくわけですね。で、ヘリオス。お皿になりますけど、右が、 あるということになるわけですね。そしてこの2人が組んで、そしてキリスト教を起こすと。その流れの中にキリスト教があるというわけですね。そうしますと、やっぱり神はザラス・ストラの上にいるアフラマザーということになるわけですね。そなあち、エルシャダイというのはアフラマザーということになるんですけども、先ほど言いましたように、まあ、両者の確率がね、まあ、戦争し、 まあ決定的になった段階でですね、まあキリスト教側のしてみれば、その今更ね、今更神がアフラマウザーだとは言えないという立場に追い込まれたわけです。ですから、現在キリスト教ではエルシャダイ、なあち全知全能の神ということで表現してですね、その神が誰であるかということを明確にしていないわけです。なあち、まあ、キリスト教側としてはですね、 分かりけば、フラマザーが自分たちの神の中の神いわゆ,るいわゆる全知全能の神が誰であるかということを明らかにできないという理由がそこにあるわけです。ということで、まあ、今日はエルシャダイが誰であるかということを考えてみました。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Ransuke and Hiroshiyashi, h a Japan. Wikipedia says as follows. Dogu clay figures are small humanoid and animal figurines made during the late Jomon period, 14,000 to 400 B.C. of prehistoric Japan. Dogu come exclusively from the Jomon period. There are various styles of Dogu depending on exclamation area and time period. According to the National Museum of Japanese History, the total number found throughout Japan is approximately 15,000. The purpose of the dogu remains unknown and should not be confused with the clay haniwa funerary object of the Kofun period. However, I Hiroshiyashi wonders if these explanations here are correct. Nagano no Idojiri Koukoukan ni 一風変わった土器が展示されています。が、土器ではありません。土偶です。頭の部分は別のところにあります。で今日はその謎解きに再挑戦してみますが、まず、ランスケさんからのメールをお読みください。三聖堂遺跡のアーティファクトについて、手の形がバビロニアで発掘されたニンフルサグの土偶のそれに似ていると。 で何枚かの写真を届けてくださいました。で、このことが糸尻考古館にある土偶の謎を解くための大変重要なヒントとなりましたなおその中国でもこれらのアーティファクトについて除花か福音かという議論はなされているようですがそれ以上のことは不明となっているようですまず神々の歴史についてですがゼカリア・シッチンの説を簡単に 説明しておきますまあ、簡単に言えばかつてこの地球はアヌ王が支配する惑星だったということですその息子がエンキとエンリルしかし実際の支配権はエンリルが握っていました地球へ来る前からこの二人の兄弟は対立関係にあったと言いますが対立を決定的にしたのは人間の改造をめぐっての争いでした 人間の改造を進めようとするエンキそれに反対するエンリル。エンキは半身、竜の竜族。エンリルはレプタリアン族。がやがて今から4000年ほど前、突然アヌ王以か、アヌナンキたちはこの地球を去ることになります。残ったのはエンキの息子のマルドゥク。それにエンキエンリルの孫娘のイスタール。 イスタールはエンリル派です。この両者は激しく対立します。 ま、繰り返しになりますけども、失神説によればですね、まあ、いわゆるエンリル派とエンキ派が戦ったと。エンリル派は、ま、レプタリアン族。エンキ派は竜族ということになります。で、これがバビロニアの神の図ですけども、頂点にいるのがイシタール。そしてその左下にいるのがエンリル。青がエンキということになりますね。エアと書いてあります。そしてその妻が、妻と言われる人がこのニンフルサングということになるわけです。そしてその息子がマルドクということになるわけですね。で、このイシタールと、 マルドックがまあ激しい対立関係に入ると。左がこれがレプタリアン族ですね。エンディル派です。そして右がこれが龍族ですね。炎気派です。まあ、ギリシャ神話ではポセイドンと言われてますけども、まあ、この中国のこのジョ波と復帰の絵を見ていただきたいんですけども、この、まあ、なて言いますか、炎気派が 人間を遺伝子改良したと。そして、まあ、現在の人間が生まれたと。そして、このジョガー,ード・フクギーが持っているのが、コンパスと直角定規となり、そしてそれがですね、現在、フリーメイソンのシンボルマークの原型となったと。まあ、そういうことですね。まあ、これ、大変意味深い絵だと私は思います。そして、えー、左の方がですね、これがバウンダリストーンですけども、この頂点に、イシタールとシャーマーシュが描かれています。 大変これも意味深いと思います。で、これがイシュタルの文章の八方向を示す金星。そして右の方が太陽ですね。太陽光線です。で、シャーマーュは ま、ミトラに太陽の神の座を奪われるまで太陽の神の座であったわけです。そのことはギリシャ神話の中で表現されていますよね。シャーマーシはヘリオス。で、ミトラはアポロと考えると分かりやすいです。で、右の上の図がですね、これはマコテさんが届けてくださったんですけども、ミトラ教の神事の様子を表したものです。この絵も大変本当に、あの、意味深いものだと思います。左にいるのはこれがエンディルです。ライオンの顔をしてますね。 日本の狛犬へと繋がっていきます。そして右にいるのが延期ですね。三角形です。これも、え Eyes of Prometheus が、まあ、現在 Eyes of Providence に言い換えられてますけども、これ延期です。そしてこの星のマークがありますけども、これは d i n g l と呼んで神、なわちウェ h です。そしてこの赤いところがありますが、これは松明、なわちゾラスタキを表し、白いのは当然ミトラを表します。で、もう一度この表に戻っていただきますけども、えー、この表の中で、まあ、 ヒタールはマリア。まあ、あの、マリアというのは、あの、ヘブライ名、ラテン名になるわけですね。そして右が、イエス・キリストと名を語り、そして、えー、チャーシュブローマン・ヒラキストラ現在のローマン・カトリックへとつながっているということになります。で、三聖体の、まあ、アーティファクトに対する答えを考えていかなければなりませんね。これも三聖体で見つかっているんですけれども、先ほど言いましたように、ジョ除外副議という議論、 を超えてですね、それ以上のあことはですね、わからない、わからないというふうに書いてありますね。で、これはまあ何でもないわけでして、あの、これがですね、まあ,あの、もう一とこの図を、表を見ていただきたいんですけども、左が、レプタリアンス、みが、あ 竜族ということになりますけれども、手と足を見ていただきたいと思います。まあ手と足で分類するわけですね。で、手と足があるのがレプタリアン族。そして、手がくるくるっと回って、足がくるくるっと回って、蛇のようになっているのが竜族ということになります。こうして分けますと、左の方はレプタリアン族。であり、右の方は竜族というこになるわけです。ですから、ジョーカ歌副儀にこだわっていると、謎が解けなくなるということですね。というのはジョーカーも副儀も竜族ですからね。 いわゆるものになっていますか。人間を改造した延期派、あるいはもし延期派、もしくは、あニンフルサングということになるわけです。で結論はですね、あのー、これが、まあラ、ランスケさんが送ってくださった絵ですけども、上に出ている、まあ、上,上の絵のね、上の半分に出ている左右にいるのが、まあ、角不儀であることは、もうこれ間違いありませんね。コンパスと直角定規を持っています。そして、ここであ、ランスケさんがおっしゃるのは、井戸汁の時、 のまず、あ、手とですね、同じだというわけです。まあ、それは、あの、そういうことですね。で、これは手がくるくるっと曲がっている,るところに注意してください。で、それがですね、ニンフルサグの、まあ、これはメソプタメで発見されたニンフルサグですけども、その手と一致していると。ということは、井戸尻の土器は、いわゆる竜族の誰かを表したものであるということになりますけども、竜、まあ、族の長である、当然、延期ということになるわけです。あの、神ですからね。 神様のものを作るときにはやっぱり最高神を作りますからね。で、右2つがこれはニンフルサングと。そういうことになります。まあメソポタメで発見された。そういうになりますと、このもう一つのレプタリアン族と龍族を見ていただきますと、この糸尻の土器は土器ではありませんけどね、道具なんですけども、これは龍族を表していると。そういうふうに解釈できるわけです。で、最後に一言付け足したいんですけども、以前から3本指のまあ 延期っっててことが問題になってますけどももう一つこ,こで確認しておいて,おい,ていただきたいんですけど、これが、まあ、メソポタミアのニンフルサングですで。手を見ていただきたいんですね。で手がいわゆる、まあ、人間らしからぬ、スルッとこうあの曲がってますねで。それが井戸尻の土器と一致していると。そして井戸尻の考古館には、まあ、そうしたう3本指の土器がです、ね、たくさん見つかっています。 で、この手を見ていただきたんですけども、よく見ますとですね、この手がですね、指が分かれてるんですね。まあ、ちょっとはっきりしませんけども、こう、ヘラベッタこう、ヘラ、ヘラのようになっています。で、ちょっとこう、くびれがあって、三、えー、本指と考えると、まあ、あと謎が解けるわけですけどもね。で、土器の方には三本指の、まあ、あ まあ、ど、あの、井戸尻では、カエルというふうに教えてますけども、カエルなんかじゃないですね。神様ですね。カエルなんか土器に放り込むわけがないんですよね。皆さんのうちの仏壇にカエルがまつってありますかまあ、要するにこれが三本指の土器、えー、だということです。まあ、この三本指ということは、すなわち、まあ、竜族の神、すなわち、延期をあ象徴的に表したものだと。私はそういうふうに解釈してます。ということで、三本指の延期という話を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!